今や押しも押されもせぬ国民食となったラーメン。日本全国あまたの店がしのぎを削り、一つの丼の中に繰り広げるラーメンという芸術。そんなラーメンをこよなく愛するあなたにお送りする超ラーメン情報プログラム、ラーメンウォーカーテレビ2。そんなわけで一行が向かったのは JR 成田駅から徒歩1分、フレンチ出身の料理長が手掛ける異色のラーメン店、麺屋福一。ロッキーさん一押しの究極の一杯とは、上品で深みのある鶏スープに香り高い独自ブレンドの醤油だれ。そしてこれらに絶妙にマッチするストレート麺と厳選素材のトッピング。一見オーソドックスな中華そばの裏には、ラーメンフリークでもある石曽根料理長ならではのこだわりが詰め込まれています。全国のラーメンを食べ歩き、研究を重ねてたどり着いた歓喜の味わいをご堪能ください。はい、お待たせしました。わー、来ました。もう見た目が美しい。見てくださいよこの香り。すっきりとしたいいお醤油の香りが、ほらほら、もううまさ保証付きのこの香りですか。そうですね。やばい、これは本当に来てますね。小宮さん初やばいですよこれニヤニヤしちゃう。お箸がありましたね。ちょっと、ね、いいですか。ちょっと麺揚げの写真を撮るの。私2003年に初めて麺揚げの写真をネットにアップした今年のパイオニア。先駆け。はい。麺揚げのパイオニア。はい、こそって言いますけど、そうなんですよ実は。はい、そしてまた相変わらずのロッキー撮りというか、う、ね、片手にカメラで。はい、一応ストラップつけてると、落としちゃう、トッピングしちゃったりするのがあるんで。じゃあスープいきますか。いいですか。はい、いただきます。うん、あ、すごい綺麗なスープ。なんかこう口の中にふわーっとこう広がりますよね。すごい鳥すごい鳥使い。お醤油の優しい感じが本当にいいですね。これマイルドでしょ。千葉のあの上総醤油をメインで使われて、はい、なんか非加熱の醤油をブレンドして使われてるそうなんです。だからこの香りが立つんですね。あっさりなんですけど、旨味が本当に口の中いっぱいにありますね。ラーメン管理風に言うとモナリザの微笑みですけどそれはロッキー風に言ってもらったら、はい、ロッキー風でロッキー風でガンガンいきましょう。じゃあガンガンいただきます。見てください、この美しい麺層。何ですかこのすすり心地は。ね、これわざわざ京都の老舗の製麺所から取り寄せてる麺なんですよ。これスルスル入ってきますね。いや、もう本当にこれこのしなやかさ、ね、口に入った時にもちろん噛み応えもあるんですけど、うん、スルッと入ってくるこの麺の表面ですよね、うん、この滑らかさがすごいなと思って、ね、感動しました。でさすが、ね、千葉の百麺人代表が選ぶラーメンは、ね、やっぱりね、早めに来ないとこういうラーメンね。ロキさん、ロキさんカメラはいつ下に置くんですかずっと食べつつ、撮りつつ、全然大丈夫です。食べとる食べとるみたいな、あとチャーシューもあげないといけないし、はいこのチャーシューですよね、この大きなチャーシュー。若干の赤みというか、もう美味しいんだよっていう主張してるこのチャーシューの色がすごくいいですね。うん、噛み応えもあって、こう肉の旨みがね、ギュッと詰まってますね。うん、低温調理されて、やっぱりね、元フレンチのシェフでしょ。はい、だからやっぱりこういうね、技が光ってるんですよね。そこでやっぱり写真ですね。はい、このネギのシャキシャキ感が本当にいいですね。ネギもね、この京都の九条ネギを使ったりとか、契約農家さんからね、直に仕入れたりとか。ちょっと一杯でどんだけのこだわりがあるんですかっていう感じじゃないかって。やっぱりフリークだからこそ、はい、食べ歩いた結果をこの一杯に集約しているというか、やっぱり、ね、今もなお日本全国を食べ歩いてるね、やっぱり元フレンチフだからこそできるラーメンなんですよ。もうロッキーマジックにかかって汁感ですよねもうこれはあれですね、海外行って帰ってきたらまず最初に食べたい。そうですよね、お家に帰る前に料理ですね。ボンジュールのラーメンですねまさにボンジュールなんかまさかのロッキーギャグも炸裂したところで3人とも完食したようですね。さすが百麺人千葉県代表のおすすめの一杯だけあって、あきちゃんも江本さんも大満足と、ここでロッキーさんからこの番組ではもはやおなじみのあの提案が。実はもう一杯おすすめのラーメンなんです、ね、
う一杯ですか。はい、こんなに美味しいっておすすめなのに、はい、まだおすすめがあるんですか。うん、まあ、このあっさりした、ね、中華そば、これとね全く真逆の濃厚な、はい、あるんですけども、真逆なんですと、こんなにも味わい深い淡麗系をいただけるお店でまさかの濃厚系ラーメンですか。一体どんなラーメンなのか気になる気になる。早速オーダーしたいところですが、その前にこちらのコーナー。